ウポル島とサバイ島。右がウポル島。ウポル島は南太平洋のサモア独立国にある海底火山による玄武岩によって形成された島。島の長さは東西に長く約 75km、面積は1125平方 km。国の人口の大半が住む同国で最も人口が多い島である。島の西端にはファレオロ国際空港があり、首都アピアは 島の北部に位置している。隣のサバイいい島と異なり、ウポル島では火山の爆発の記録は残っていない。18世紀後半から19世紀前半にかけて、島はオジェラバやオジョラバと呼ばれていた。19世紀後半、ロバート・ルイス・スティーブンソンは島に400エーカーの農園を所有し、1894年に当地で亡くなった。 2009年9月29日朝6時48分頃、アピアの南方約 195km を震源としてマグニチュード8.0の地震が発生。ウポルト南東部を約1 0ルの津波が遅い村が壊滅的な被害を受け死者が多数などの被害が生じた。アウトボードエンジンによる産後障害のマグロやカツオ漁の技術指導など昭和40年代後半より、 国際協力事業団参加の青年海外協力隊による支援が続いている。サモア沖地震、村が丸ごと消滅津波が瞬時に襲う。ありがとうございます。